おはようございます。坂本光大です。今日は私のモーニングルーティンを紹介していきたいと思います。で、1時になって起きてきましたね。眠そうです。まずは冷たい水で顔を洗って脳を起こしています。シャカ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 磨いていますね。朝は口の中が細菌だらけなので、しっかりと歯を磨いて清潔にします。水を200ミリリットル飲みます。そのことにより腸が活発になります。グビグビ飲んでいますね。あ、閉じた。起きましたね。朝ごはんを待ってる間に新聞を読みます。いつも豆乳を飲みながら読んでいます。前の日の運動量が多かった時は筋肉の分解が進んでいるので、水を飲んだ後にタンパク質を入れることでその分解を抑制してくれる働きがあります。カメラを回しているのを知った奥さんがおしゃれなランチョンマットを渡してきました。それを仕方なく引いておきます。今日の朝食はこんな感じ。昨日の夜食べ過ぎたから今日は少なめで。ヨーグルトの中にはいつもベリーを入れて食べています。ベリーは腸内フローラを整えたり、体の疲労を回復する効果があります。ちなみに今見ているのはバナナマンのバナナ TV。 これがもう大好きでいつも見ちゃいます。コーヒータイム。ここでもバナナ TV を見ています。もうこれは止まらん。ずっと見ちゃう。
シャワー終わります。あ、口笛吹いてる。ルンルンかよ。肌のケアに全く興味がないので、いつも全てのものが入っているオールインワンを使って体に、いや顔ですね、塗ったくっていきます。顔に染み込ませるのだけは入念にやってますね。お、腕に塗った。あ、脇にも塗った。あ、体に塗った。あ、タオルで拭いた。次はドライヤーに行きました。ドライヤーをかけます。この髪型にすることは、左から右に流すようにドライヤーをかけることです。着替えに行きます。準備ができたので出発。ま、スーパーですけど。これが僕の休日のモーニングルーティンです。ご視聴ありがとうございました。